10周年に向けて心身ともに鍛えようアイドル教室の教室。11月27日の水曜日にダイヤモンドホールでワンマンライブすることが決まっているんですけども、はい、こちらのライブを成功させるために毎週プロデューサーから出されたお題をメンバーみんなでクリアして、はい、心身ともに成長していこうというコーナーでございます。はい、はい、ということで本日もプロデューサーから指令が届いてますので読みたいと思います。はい、いきます。ふに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 、今日はいつもお世話になっているファミリーマートさんのスイーツデザート当てランキングで勝負じゃん。すべて正解したものには1位のスイーツをプレゼントするのよ。やめたー、頑張るのちゃー。拠点の寿司処五一の近くにですね、すごくお世話になってるファミリーマートさんが、そうですね、いつもね、あの私たち衣装とかで行ったりすると、す、あ、お疲れ様って声かけてくれる店員さんとか、そう、いるくらいみんな仲良くしてくれる。そうですね、ファミリーマートさんがあるんですよ。はい、ということで、はい、今日はこちらにある3個のスイーツがあります。たっぷりクリームのダブルシュー、うん、ダブルクリームサンド、アンノーン芋のクレープ、これも美味しいやつだ。この3つの中でランキングを当ててもらうということなので、はい、ぜひここらに表があるんですよ。そうです、ここらに表モグナビさんの評価ランキングを参考にさせていただいてるみたいで、あ、そうです、しかも6月6日評価ランキングだから最近、めっちゃ最近ってことですね。今年、いや、めっちゃ最近。いや、これはね、ちなみにじゃあこれ私食べたことあるよっていう人いますか？はいはいはい、はい、安納芋のクレープはやっぱりメンバーの中で流行ったっていうのがあるんですけど、これあれなんですよ、期間限定だったのか、もう今はあれですよね、アリスさんが発祥家でめっちゃ美味しいよって言って勧められて、これは本当に美味しいよね、なんか満足感がありました。めっちゃずっしりって感じで、スイートポテトが丸ごと入ってるみたいな、はい、それ次食べたことある人、これないんです。ない、マジでないです。気になってはいたけど、ダブルクリームサンド、いつも他のやつ選んじゃう。そう、確かに視界には入るけど、シュークリームとか選んじゃいがちな。そうだよね、そうなんですよね、なんか結構シンプルだから、なかなか。でも今ここで見たらめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだね、ふわふわ、そうそう、可愛くないこれ、なんかめっちゃ可愛い、可愛い、見た目可愛くないですか？でもなんか手軽でいいですよね。そう、なんか気軽に食べれる。じゃあシュークリーム食べたことある人、はい、これはもう定番ですもん。まなちゃんないの？はい、あ、ないんだ。まなちゃん全部食べたことある？何を食べてる？いや、全部ないです。全部ないの？やばいね、やばいじゃん。そうでしょ、何食べてるの普段？ピーツね、だって結構アイスか、そっか、はい、コンビニ行こうって言ってもあんまり来ないもんね、まなちゃん。なんか仕方なくついてくみたいな。ピーツあんま食べてないの？お菓子で食べてるイメージか。家から持ってくるのね。そうです。おばあちゃんが買っといてくれるんだ。いや、どうですか、分かりますか？とりあえず今第一候補のランキングを書いてみました。じゃあヒントもらえるんですよね。そうなんですか。なんか聞きたいことあれば、あ、聞いて教えていただけるんですか？はい、教えます。何も知らないけど教えるよ。何も知らないけど教えてくれる。大体これ分かる、うん、分かる。じゃあ安納芋のクレープはどれくらいの期間売ってますか？はい、これはですね、はい、あ、すごい。大体芋が尽きるまで、芋が尽きるまで、芋が尽きるまで。そう、違う、これ朝買うじゃん、うち、はい、朝結構あったの、5、6個。でも昼行ったらないもん。いつも。じゃあ売れてるってことですか？でも秋の期間にめちゃめちゃ爆発的な売れ行きを見せた。だってあんなにいっぱいデザートある中でこの3つが、そうですよね、期間限定でベスト3に入ってるって。でも見た目的に私この子すごい可愛いと思う。見た目がすごい可愛いから、見た目で売れてんじゃないかなと。かわいい。シュークリームって今めちゃくちゃ種類あるじゃないですか。クッキー、そう、あー、そうなんだよね、分散するか。そうなの、いろんな王道すぎるから、だから そこが人気なのか、あの王道だからまあちょっとランキング下がっちゃうか、どっちかよ。だって難しい、どっちか。はい、はい、でも決まりました、はい、怪しまないでください。決まりました、決まりました。私割と結構ヒント言いましたよ、重要なヒントすごい言ったんですけど、可愛いっていうのがあんまりわかんないですよ。かわいい、意外と言うやん。え、な、見た目どれ？で、可愛いからどうっていうのがすごい、見た目可愛いっていうのがすごいヒント。ヒントですか？はい、見た目がすごくなんか穴開いちゃってるんで真ん中に。可愛くないですか？ふざけてないよ。それがヒントなんですね。ヒントです。なるほど、これ穴開いてるとこが推しポイント。
なるほど、補充時間に空いてる。見てます、ちゃんとマモちゃん。見てます見てます、見てました。せーのでいきますか、はい、せーのドーン。お、まずさやかから。たっぷりシュークリームが1位で、2位がダブルクリームサンド、3位安納芋クレープ。1位が安納芋、2位がダブルクリームサンド、3番がシュークリーム。1位ホリリーが、ダブルクリームサンド、2位が安納芋のクレープ、 3位がたっぷりクリームのダブルシュー。ダブルクリームサンド、安納芋のクレープ、たっぷりクリームのダブルシュー。一緒ですね、ホリちゃんテリーナさんと一緒で、安納芋のクレープ、ダブルクリームサンド、たっぷりクリームのダブルシュー。じゃあ自信ある人。はいはい、おー、はい、おー、はい、バリだね、さやかさん。もうバリだよ、全然違う。でも最初はこんな感じだった。いやでも最初、うんうん、シュークリーム、安納芋、ダブルクリームにしてたんですけど、一緒一緒一緒。でもダブルクリームめちゃ押されてたんで、可愛いって。でもなんか多分1位かなって思ったんですけど、可愛い理由だけで1位かなって思ってそうですよね。でもやっぱりシュークリームって本当にまとめ売りされてることめっちゃあるんで。そうだよね、確かにね。それで1位かなって。ただ売れ行きかどうかっていう話ではないので、どうでしょうか。そうです、そうか、そうだ。今日これ別に売れ行きランキング街中で聞いた感じじゃない、これ。はい、それでは発表します。やばい、ケイラ第3位。第3位、たっぷりクリームのダブルシュー。やったー、やったー。どっちかだ、どっちかだ、どっちかだ。4人今んとこ残ってますね。やばい。だってさ、3位から発表したらもう私絶対外れるわって思いますよ。まあでも私が行きますって言っても、ね、喜んでるわ。はい、それじゃあもう2位で分かってしまう。どうしよう、りんなさんの棚に行こう。緊張しちゃう、ちゃ緊張しちゃう。やばい、これ緊張する。全部3個当たってた人には1位のものをちゃんと2人分ずつどっちかの分で用意してますよ。それじゃあもうじゃあ1位からいっちゃおうかしら。お願い。1位はドヤドヤドヤ、ダブルクリームサンドホイップアップトッピング。ということで2位が安納芋のクレープでした。やったー、当たった。で今回ホリーとマノちゃんが勝利でーす。おめでとうございます。ありがとう。私今回全然嘘ついてないよ。じゃあアリスさんが絶対今日嘘ついてないって思ったから、あんまりシュークリームについて触れてないそ, そ, そうなんですよ、そうなんですよ。アリスさん、なぜこれが1位なのかという理由は、はい、分かりますか。可愛いからですね。いや、可愛いからなんです。でこれ、はい、何に似てます、見た目。しいたけ。正解。ドラ焼きとかじゃなくて、ドラ焼きだと思います。しいたけ、しいたけ、見た目がしいたけに見えるっていうのでちょっと SNS で話題になってるらしい。はい、そうなの。ちょっと可愛いみたいな人気っていう。本当です。本当だった、可愛いの。この子すごい可愛いと思う。ということで今回はマノちゃんとホリーに1位のスイーツプレゼントです。やった、ありがとうございます。おめでとうございます。ということでね、ファミリーマートさんはゴイチの隣にありますので、あります。すごい店員さんもいい人なので、はい、ぜひ皆さんゴイチ来た時はファミリーマート寄って、この1位のこの商品を、はい、食べてみてください。はい、ということでこの調子で11月27日ダイヤモンドホールワンマンライブみんなで成功させていきましょう。イエーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。 Twitter やInstagram もやってます。